ポケットボーイ。一番切りやすかったやつちょっと言いましょう。せーのでいきましょうか。はい、せーの。どうも、木原です。今日はですね、実は、ケンさんとか直樹くんとかにはですね、ノコギリはですね、鞘付きの、折りたたみじゃないやつを使ってもらってたんですけれども、使いにくいっていうことで、折りたたみのやつがいいなっていうことを言われてて、何を買おうかなと思った時に、僕が使ってるやつ買ってもよかったんですけれども、ちょっとね、せっかくなんで、違う種類のやつ買おうと思って買いました。見てもらったらいいと思うんですけど、ここ。はい、いいですよ、ケンさん、アップしてもらって。じゃん。シルキーの折りたたみのポケットボーイっていうのの3種類。大人買いしちゃいました。はい。大人買いしちゃいました、これね。これ、こうやった方がいいかな、もしかすると。まあ、ちょっとこの辺はちょっとまあいいですね。この方がいいか。あ、そう。この方がいいですかね。じゃん。これですね。これを買いました。シルキーのポケットボーイっていう商品なんですけども、これをね、3種類まとめて大人買いしちゃいました。で、これの切れ味をちょっと試して、レビューしようかなっていうふうに思うので、今日はですね、撮影ケンさんにも手伝ってもらってて、二人で、この3種類切ってみた結果、どれが一番使いやすかったかっていうのを、ちょっとね、レビューしようかなっていうふうに思うので、見てください。じゃあね、早速ね、切っていこうと思います。僕が適当にバラしてるとこちょっと撮ってもらって。まずこれが粗めやね。粗めとこれが万能だ。説明書とか入ってるけど、説明書いる？説明書っていらない。で、次がこれカーブソイね。これ粗めカーブって書いてあるね。で、これをちょっとね、試していこうと思います。こっちの粗めでちょっと切ってみようかな。よいしょ。そうそう、うん、なるほどね。画像が揺れます。あ、ほんまに僕が、いや、車自体が揺れるから。あ、そうか、降りた方が、あ、降りた方がいいか。降りた、はい、 OK ですよ。まあ、これが最初の万能の方のね、切れ足ね。じゃあ続いて粗めのノコギリですね。じゃあ行きましょうか。うわ、雨降ってきた。よし、じゃあちょっと試して。オッケーです。これが粗めね。これでも切ってる感は、切った時の感じは分からへんやろけどね。多分見てる方はね。最後、どれが一番よく切れたかっていうのはね、言うようにするので。じゃあ次、カーブね。じゃあ行きましょうか。どうやろう、ちょっと待ってね。じゃあケンさん、これで OK ね。じゃあ今度は木原がこの万能のやつで切りますね。皿やからね、もうもちろん切れんねんけど。じゃあ万能の後は次これ粗めね、粗めのやつ。不審とかあったらちょっと切れ味もあったらおかしになるから、ここで切ろうか。うん、なるほどね。次最後カーブソーね。カーブソーちょっとここ節があるから、ここもうちょっとだけちょっと出して OK。 はい、じゃあこの辺でいこうかな。よし。よし、うん、なるほど。じゃあこの3種類で僕とケンさんが試し切りしたんですけれども、どっちが良かったか、右がね、木原です。で、左がケンさんの方で指差しやってみますね。じゃあ一番切りやすかったやつちょっと指差しましょうか。せーのでいきましょうか。はい、せーの。あ、そうなんや。あ、そう、これ、あ、そうなんや。俺、これやったな。これか。じゃあ次、2番目行きましょうか。2番目、せーの。あ、そうなんや。あ、そうなんや。
ほな、せーので、こうやね。そうなんや。なら、あ、うんな、全然違うな、感覚。あ、こんな違うもんなんすね。ちょっと俺結構びっくりしました。これ、俺はこれ、これ、これでしたね。ケンさん、これ、これ、これやね。あ、そうなんや。意外やな。まあまあ、人によって違うってことでね。ケンさん、これが良かったってことですね。なんかケンさん、これ、これを、なら、ケンさん、どういたすかね、渡しましょうか。はい、なんかこれ、ケンさんね。はい、これ、ケンさんですね。はい、あと、この残りの2本のうち、どっちかが、直樹やね。ほんなら、まあ、これが、ケンさんの方、手の方に渡るようにします。で、今回は、今回は、シルキーっていうメーカーですね。シルキーさんのポケットボーイっていうこの折りたたみのノコギリを買ったんですけれども、まあ、これの、ケースとかもシルキーさんの方から出てて、それがですねこれゴムケースダブルっていうケースなんですけれども、これね、見てもらうと分かるんですけど、剪定バサミとノコギリを入れれるケースになってて、結構ねケース代とかも安くって、僕の知り合いのね仕事仲間がですねこれ使ってるんですけれども、結構使いやすいですよっていうのを聞いてたんですけれども、まあ試しにね売ってたんで買ってみました。これをねケンさんにね渡そうと思います。ちょっと実際ねちょっと開けてみようかなっていうふうに思うので、ちょっと開けてみようと思います。これね、でこのケースなんですけれども、これねゴム製になってて、結構ねどういったんですかね、まあ革と違うところで言ったら、まあ、ここの幅が開かないってことかな。ここが開いたりとかする可能性がゴムなんでないっていうのは結構メリットかもしれないですね。あとはもうこれ、やっぱり、これね。やっぱり専用のケースなんで、ちょうどすっぽり、ちょっと遊びも持たせながら入るようになってます。で、あとはこれかな。ドイツバサミ、ここ、こっちね。あ、まあまあ、ちょっと入れにくい。いや、でもそれでもちょうどぐらいか。まあ、こんな感じですね。あとはこの、ドイツじゃないわ、この剪定バサミよりこっちのポケットボーイの方がちょっとちっちゃいから、出し入れの時どれぐらい使い勝手がいいかとかはちょっとわからないですけれども、まあいっぺんね試し、ものは試しなんでね、これでちょっと使っていってもらおうかなっていうふうに思います。はい、1ヶ月使ってみました。でですね、このポケットボーイ、僕はこのね荒木のやつを使いました。でもう一つのカーブソーは、僕は使いやすかったんですけれども、カーブソーに関しては直樹くんに今使ってもらってます。で、直樹くんはですね、まあ、週1回か2回ぐらい の出勤な勤務なんでね、乾燥っていうところはねちょっと直樹くんの、ね、まあ、保留にしてます。で、ケンさんに関してはですね、今1ヶ月ぐらい使ってもらって、使い心地で言うたら使いやすいっていうことで、今もね、ちゃんと使ってくれてます。で、僕もこれ、使いました。で、1ヶ月使ってみた使用感で言うと、使いやすかったです、正直。使いやすかったんですけれども、まあ、僕の、使い方が悪かったのか、これちょっと見てもらうとわかるんですけど、歯折れちゃいました。1ヶ月でですね。で、まあ、これ使い方でなんで折れたのかっていうところの、まず説明をしようと思うんですけれども、まあ、折れた理由としたらですね、目通りがですね、これぐらいかな。これぐらいの目通りの、伐採をしたんですね。コニファの伐採をしたんですけれども、まあ、通常の業務で枯れてるコニファをですね、伐採する際にですね、ノコギリを結構目いっぱい力強く引いてる時に、折れてしまいました。で、折れてしまったんですけれども、切れ味に関しては、すごくね、良かったです。僕は今通常で使ってる、サムライシリーズの騎士という、カーブソーを使ってたんですけれども、それと、まあ、切れ味に関しては特に問題ないかなっていうふうに感じました。ただ、まあ、これの良かったとことしたら、まあ、コンパクトで、まあ、スリムで、持ち手にずっしりとした重量感があって、まあ、使いやすいっていうところですね。まあ、いい点はその、まあ、そこかな。まあ、そのあたりで、ね、あとはポケットボーイのそのシルキーさんのケースに順応してるんで、まあ、ケンさんに使ってもらう分で言ったら、オカツネの200の剪定バサミと、このポケットボーイっていう商品をケースに入れて使うところで言ったら、かなりね、まあ、コンパクトに軽量に使えてるんじゃないかなっていうところで言ったら、かなりメリット高かったかなっていうふうに思います。で、これはすごくいい商品だと思います。で、もし僕が使うのであればっていうところで、まあ、ちょっとね、折れてしまったので、僕は、これはね、
機種の方に戻しとうかなっていうふうに思ってます。で、そうですね、あの僕のあの使用両方使用した感じの、まあ、かあの忖度なしの感想で言ったら、僕の好みで言ったら、サムライシリーズの騎士の方があの好みかなっていう感じがしました。で、この刃なんですけれども、ですね、これね、このポケットボーイさんの、商品のこの刃の長さなんですけども、これね170銭なんですね。170ミリなんですけれども、あの騎士なんですね。サムライシリーズの、サムライの騎士シリーズの僕が使ってるのは180ミリかな。なんで、あの長さがね、ちょっと1センチ長いんですけれども、まあ、長さも、まあ、長い方が僕は使いやすいかなっていうのもありましたし、まあ、カーブ層が僕は力入りやすいんで、結構ね、それの方が使いやすかったかなっていう風な印象です。これももちろん切れますし、あの全然ね、使う分には問題ないんですけれども、まあ、僕が、強いて、このシルキーさんの商品での、まあ、僕自身が使いやすい使いにくいっていうところで言ったら、まあ、この状態で使う分には問題ないんですけれども、僕はハサミをあの使うとこうやって人差し指を結構立てる癖あるんですね。で、その時にこのあのここの部分ですね、まあ、ノコギリを固定する部分をこう押さえた時にここを持ってしまって、こう、わかります、あのシルキーさん特有のこうあの刃の角度が変わるボタンなんですね。ここのボタンがね、こうあのここに、2つ溝がついてて、こっちが通常と、あとはこっちのこういう反った感じのあのどういったですか、刃のその角度がつけれるんですけれども、僕はねこれがね結構まあ、使い慣れたら使いやすいかもしれないんですけれども、この角度が変わってしまうっていうのがね、僕は結構あの使いにくかったです。あのまあ、ここだけかなって、まあ、こう人差し指立てずに使ったらいいやないかっていう話なんですけれども、そこだけね僕はちょっとね、あの僕が使うにあたってっていうところで言ったら使いにくかったです。逆にこれが使いやすいっていう方とかもいると思うので、ほんまに好みなんやなっていうふうに思いました。で、ノコギリの刃自体はやっぱりあのまあ、僕らが知ってる一流メーカーですね、アルスさんとかもありますし、あのこのシルキーさんもそうですし、あの僕がよく使用してるサムライシリーズ、サムライのあサムライっていうところのメーカーなんですけれども、やっぱり刃の切れ味っていうのはやっぱね、あのどこもあのすごくね遜色ないぐらいすごい優れたものやなっていう印象があります。で、このシルキーさんとかで言ったらノコギリのね、こうあの早引き大会みたいなのとかもね、ちょっとコロナの影響でね今はしてないみたいですけれども、そういうイベントやってたりとか、まあ大手ならではのね、そういうこのノコギリのイベントがあったりとかするぐらい素晴らしい商品を扱ってるところのあのメーカーなので、で僕は最初の方はね、あのシルキーさんのズバットっていうカーブ層ね、それを使ってました。それもねすごく使いやすかったですね。あのなので、まあ、ほんまに好みなんかなっていう印象はあります。ただこうやってねいろんな商品使ってみるっていうのは、僕はすごくね、あのこの YouTube を通してですね、すごいいい経験させてもらってるなっていうふうにも思いますので、まあ、またねあのこっちやっぱ使ってみたいなとかいう風になってきたりとかもするんかなっていうふうにも思います。ハサミでもねやっぱねそういうのあるんですよね。あのおかつねを使ってたけど、あの高級バサミ今僕そっちも使ってるんですけれども、やっぱ高級バサミを使ってたら、あの高級バサミの切れ味もとか使用感も良かったりとかもするんですけども、おかつねにやっぱり戻ってあのそっちも使ったりとか、なんかいろいろこうどういったんですかね、道具があのを試せるっていうのは、まあなんかこの庭師の仕事をしていく上ではすごく面白いのかなって。まあ一個のものにねこだわり続けてずっとそれを使い続けるっていうのもいいんですけれども、やっぱりこう百聞は一見にしかず、まあ使ってみないとわからないっていうのをあの僕は今回ね感じたので、あのすごくねいい経験をさせてもらいました。ケンさんはねすごくね使いやすいって言ってね、あのこのあのポケットボーイさんのね、あの通常版のやつですね、普通版のやつを使って、あの普通にね特に支障なく使ってるんで、まあ僕はちょっとあのどういったんですか、力加減わからずねこう折ってしまったりとか、あとこの角度がつくのがちょっとあの使い勝手的にはちょっと苦手やったなっていう風な感覚はあったんですけれども、すごくねあの1ヶ月使ってみましたけれども、まあどれぐらいそれがストレスなんかって言われたら、まあほんまに好みのレベルかなっていう風に感じました。あのねすごくね、あのケンさんは気に入って使ってますし、僕自身もあの
使い勝手自体はここの部分以外で言ったらすごく良かったんで、まあ、この商品もいいのかなっていうふうに思います。まあ、まあ、一度ね、今日、どんなもんかなって試したいと思ってる方は、一遍試してみるの僕はいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、この商品のね、商品リンクとかね、概要欄の方に貼っておこうと思いますので、まあ、興味のある方はね、一度ね、購入検討されてもいいのかなっていうふうにも思います。まあ、これからね、僕自身もね、道具のレビューっていうのはね、たくさんね、いろいろ試していきたいなっていうふうにも思ってますので、今後ね、いろんな道具を試してるのをね、見ていきたいなっていう思われる方がいらっしゃったらですね、ぜひね、チャンネル登録してですね、見逃さないようにしてもらえたらなっていうふうにも思います。参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。